なんだか落ち着きがありませんわね。何かあったのか。お前は来るなよジーク。リーゼロッテ様。フィーネさん、あなたついにつけたリボンの色の意味。色？思ってその色に思いを馳せてリボンをつけているの。ねえ、どういうおつもりなのかしら。ジークバルト殿下の瞳の色を選ぶなんて、それは私に対する宣戦布告と。それにその絹のリボン、どのように手に入れたのか。女性に自分のリボンを贈ることがあるとか。敵に賜ったなんておっしゃるの。濡れ衣だ。やばいやばいやばい、リーゼロッテが待ち切れだ。買いますよ。これリーゼロッテ様からいただいたものです。よろしければお使いになったら。棒を使って真似しただけなんです。そういえばそうね。でしょ。リーゼロッテはフィーネ嬢のことを。この制服もリーゼロッテ様からいただいたんです。私が着なくなったお下がりを渡したにすぎ。さあジーク、次に注目すべきはリゼトンの杖です。これは私の色。どこの職人に頼んだの。私です。ああ、もうご注文は受けたまわりましたわ。ねえ、あれかわいすぎない。俺に振るな。ゼロッテ様ってめちゃくちゃ可愛いですね。っているのをツンデレって言うらしい。ツンデレか、可愛いですね。